おはようございます。今日は12月4日月曜日、ライブ配信を開始いたしました。イサミリーハイのライブ配信、ちょうど7時ですね。タイトルをつけてなかったですかね。コメントする、こうちょっと言っておきますかね。おはようございますじゃなくて、今日は月曜日にしておきますか。今日は月曜日と。はい、これで、こちらでリターンですね。昨日ですね、町に、八王子の町に出かけまして、歳末ということで行ってきました。で、何をしてきたかというと、ギターの弦、これですね、このギターの弦を買いに行ってきました。これで、弦を張り替えたり、それと4カメ、これですね、これを額を買って、そして症状を入れたということでございます。ちょっと私の顔を入れますかね。OBS のこれをちょっと、これは出力しちゃってる時はダメなんだね。運動表示、これではダメですかね。やっぱり OBS もなかなか言うことを聞いてくれないところもありますね。で、こちらのこれですかね、これでやっていけば、これはまた別の話になりますんで、おかげさまで私も書道の方で、縦断ということになりまして、なんていうか、10年以上をやってますんでね、どなたも年月が減れば、それはそのようになるんですけれども、幸い私も一生懸命毎月教書をやっていきまして、こういった賞状をいただくことができました。本当に一緒に勉強をしている方々のおかげだと思います。やっぱり友達が良かったから、こういう長く続けられたということですよね。で、やっぱり名門ですよ。いい書道の代表する、日本を代表するそういう組織、日本文化委員、日本文化ですよね、日本書道美術院ですか、これが一般財団法人で、もう一つが一般社団法人書芸文化院ということでございますんで、明らかに日本を代表する書道、牽引する書道院だと思います。で、そこの賞状をいただけたということは、やっぱり立川の朝日カルチャーというところで私始まったんですけれども、それで、そういう賞状をいただくことができました。本当にありがとうございました。で、そういう中で、昨日は YouTube でもって、映像を流そうとしたんですけれど、それがうまく流れませんでしたね。それで、今日やってみますね。これをですね、4カメ、これですか。で、2カメに移って、これですね。YouTube ですね。これは、画面が出てますけれども、こうして、これを変えないと
ダメだったんだな。これですかね。で、おかげさまで、ちょっとこちらのこれを消さないとあれかな。Facebook のこれは消しますね。おかげさまでですね、チャンネル登録者も170人ということで、まあ昨日の映像であれだったのかなと思うんですけれども、な YouTube も続けていくとチャンネル登録者数も増えていくということでございますよね。それでおすすめ、ここからですね。構成が適当になってきませんでしたかね。ここからですかね。資料を取っております。クリスマスツリーがこちらの方に見えますね。今日は何かイベントをやるみたいですね。にゃんこ大戦争という大戦争、まあ戦争ですかね。右側には東京スカイツリーのメインエントランスがございます。で、私はこういう感じで、おります。まあアップしていきますね。じゃあダメですね。ここから上に上げないと。失礼しました。こうですかね。はーい、東京スカイツリーにクリスマスがやってきました。資料を取っております。クリスマスツリーがこちらの方に見えますね。今日は何かイベントをやるみたいですね。にゃんこ大戦争という大戦争、まあ戦争ですかね。右側には東京スカイツリーのメインエントランスがございます。で、私はこういう感じで、おります。まあアップしていきますね。じゃあダメですね。ここから上に上げないと。こうですかね。はーい、東京スカイツリーにクリスマスがやってきました。はーい、こんな感じです。音声の方がばらついちゃっておりまして、大変申し訳ございません。昨日プレミアプロを使って編集させていただきました。で、今までダビンチの編集ソフトで動かしてたんですけれども、昨日からプレミアプロを使うことにいたしまして、こういう文字入れなんかも簡単に入れることができました。明らかにテキストの入力方法はダヴィンチとも違うし、ファイナルカットも違うし、プレミアプロも違うと。で、直感的なのはやっぱりプレミアプロだなというふうには感じましたね。入れるところにテキストのクリックすれば文字がすぐ入るということで、変換する文字の選ぶことも特に問題なくできますんで、やっぱりいいなと思いましたね。で、この東京スカイツリーは、まあ、毎月第1土曜日に撮影してるということでございますんで、その一環の流れでございます。クリスマスツリーイルミネーション、音楽もいいですね。ブレッド一緒ですね。はい、こちらはクリスマスのセールスでしょうかね。
なんかまだ店は開いてませんけれども、はい、こんな感じの今日は2023年12月2日なんかまだ店は開いてませんけれども、はい、こんな感じの今日は2023年12月2日土曜日です。はい、1分58秒2分のビデオでございました。それでは今日のライブ配信は終了いたします。はい、これが先週の土曜日ですね、12月2日の映像でございました。画面は YouTube あれですね、OBS の画面になりましたけれども、まあOBS もなかなか手ごわいですよ。操作していく上で、サイド開くこれですかね。で最後に、まあこういう自分の顔を出したり、例えばこちらの画像の方をちょん切るということをコマンオプションだったかな、こういう感じで、こういう感じで、こちらを大きくすると。で現在の私が出てるわけなんですけど、まあ歌手スタジオで、グリーンバックとかこういう照明をたくさん焚いて、映像を作っていくということを今後も私やっていきたいなと思います。実際私の背景はこれは抜けてますよね。この真っ黒になってますんで、ここに例えばこっち側の映像をこう移動すればこれは入るわけですよね。グリーンバックっていうのはそういうものでございますんで、まあそういう映像でもって遊ぶということも面白いことですよね。こういう感じでグリーンバックがあるとそこの色が抜けるということですよね。こちらの方でオプションで、こうやっていくと、このグリーンのところは抜けてしまうということですよね。だから私がこう入っていくと抜けてますんで、この映像の中に入っていけるということですよね。はい、まあいろいろと映像は面白いことができますんで、これからも続けていきたいと思います。で4カメに戻しまして、でオンエアでもって、こちら私の顔はそちらの方に出しましょうかね。こうですね、ルミックスの S5M2X というカメラ、こちら非常に焦点が合ってくださっていると思います。なんていうか、追随するということですよね。こちらの方どうでしょうかね。合ってます。お疲れ様でした。